皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、当たり前のことを当たり前にできていますかというテーマでお届けいたします。当たり前のことを当たり前にやる。この言葉をよく耳にすることがありますが、これが意外と難しいのです。当たり前のこととは辞書を調べてみると、誰が考えてもそうあるべきだと思うこととあります。空気のように日常に溢れていて、シンプルなことですからさして気に留めてない人も多いのだと思います。例えば挨拶。誰もが人に会えば挨拶をしますが、気持ちいい挨拶はなかなか難しいものです。コンビニやスーパーを利用して、気持ちのいい挨拶をされたことはあるでしょうか？残念ながら私はこのような経験はなかなかありません。今までに数回程度でしょうか？どちらかといえば、可もなし、不可もなし、差し障りのない挨拶をする人がほとんどです。今から10年ほど前のことになりますが、ビルやマンションの屋上防水を行う会社のコンサルティングを行ったことがありました。この会社の社長から強みをヒアリングしたところ、一番最初に出てきた強みが挨拶でした。挨拶というのは現場で仕事をしている職人さんが現場監督や他の業者さんにきちんと挨拶ができるということでした。当時の私がこれが強みになるんだろうかと思いました。営業ツールを作成する際、残念ながらこの強みは載せませんでしたが、今となってはこれが強みだということはよくわかります。今日の本物の商売を目指すポイントです。建築現場や建設現場に行くと、きちんと挨拶ができる人は意外と少ないものです。ましてや現場監督をはじめ、他の業者の職人さんにも挨拶ができる人はなかなかいないのかもしれません。多くの住宅関係の会社とお付き合いをさせていただき、よくわかりました。でも、気持ちの良い挨拶を多くの人にすると何かいいことでもあるのでしょうか？それで仕事が増えるのでしょうか？素朴な疑問だと思います。この答えが人材派遣会社イマジンプラスの笹川優子社長のブログにありました。イマジンプラスでは毎月3名の社員を MVP として表彰しているそうです。この3名の中にある商材で関東第2位の実績を上げた人がいました。お客様から感謝の電話がかかってくるほど素晴らしい実績だったようです。このような場合、95% の人はきっと特別なことをやったに違いないと思うはずです。ですが、現実は何ら特別なことはやっていません。本人曰く、毎日できるだけたくさんの人に挨拶をしたのが功を奏したというのです。毎日挨拶をすることで、その人たちは味方になってくれます。そして、困った時には助けてくれるというのです。これは仕事だけではなく、生きる上でとても大切なことです。事実、通りすがりの人全員に挨拶をしている全国ナンバーワンの営業マンもいます。通りすがりの人だけではなく、通りすがりの車にも挨拶をしている紹介が途絶えない会社もあります。このように真剣に挨拶をするだけで信頼されてしまうことがあるわけです。とにかく気がついたら先に挨拶をすることがポイントです。これがより良い人間関係を作るコツです。上下関係なんて関係はありません。とにかく先に挨拶をするんです。やはりきちんと挨拶ができる人とそうでない人では、どちらが好印象かといえば、きちんと挨拶のできる人に決まっています。そしてどちらに仕事を頼みたくなるのかといえば、挨拶がきちんとできている人です。これだけ情報が流通する世の中ですが、接客レベルが低い業界があります。そういった業界では、接客レベルを他業界並みに上げただけでお客様が増える場合があります。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。
180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。